昭和29年のラショア島、スリデガン、ウシシル島、ケトイ島、シムシル島。昭和29年のシムシル島、シムシル島は、千島列島の中部にある、火山島。ロシア名は、シムシル島。英語表記はシムシュア。島の名前の由来は、アイヌ語の、シモシリから。長さは5 9トルで、幅はおよそ1 3トルほど。 面積は227.6平方キロメートル。細長い島は、個性的な火山の列で構成されている。北東部には7.5キロメートルの幅の半分、海没したカルデラ湖であるブロトミ湾がある。北側は、シムシル海峡と通じているが、深さは2.5メートル程度しかない。反対に、湾の中の深さは、最大240メートルに達する。なお、本島は冬になると、 北西の風が頻繁に吹くため、ウロトミワンは船舶にとって絶好の避難所になる。かつてソ連海軍の潜水艦艦隊の秘密基地があった。1987年に建設されたものの、1994年に放棄されている。その潜水艦基地の跡地は今でも衛星写真ではっきり見ることができる。北から順に次の山が並ぶ。 シムシル島ブロトミ湾に面した旧ソ連軍基地の廃墟島のほとんどは信用樹林に覆われている。島には国境警備隊の建物があったが放棄され、現在は無人島である。現在はロシア連邦の実行支配下にあるが、日本政府は国際法上は貴族未定地であると主張している。1924年から1926年に、 レブン島に移植したベニギツネが、エキノコックス召喚宣言になった。ザ・ロシアン・クロール・アイランズ・エクスペディション。ザ・オーシアン・アドベンチャー。2009年7月22日、閲覧。グローバル・バルコネザム・プログラム。米国立自然史博物館。2009年7月22日、閲覧。グローバル・バルコネザム・プログラム。米国立自然史博物館。2009年7月22日、閲覧。 グローバルバルコネザムプログラム、米国立自然史博物館、2009年7月22日閲覧。グローバルバルコネザムプログラム、米国立自然史博物館、2009年7月22日閲覧。レブン島駅のコックス症の自然史、国立感染症研究所感染症情報センター、2009年7月22日閲覧。北海道新聞社編。 千島十段、1994年、P104 では342平方キロメートル。ありがとうございます。